要はさプップちゃんがさあのアルマさんとアルマさんの彼女をね嫌いだって言ったから小山さんがプップちゃんに行かない方がいいよって言ったってあのひとみちゃんが言ってんだけどそれはないんでしょないですないですないですそういう嘘をつくんだよねあの人たちさん絶対ないですもう嫌いですなないいいいすすすっっって今日もも私嫌いだったらそうだよな。 向,向こうの人たちとあのもう縁切りましたって来たんだもんねインスタライブにな、うん、そうでなんでって俺たちが聞いたらいい分かったよ信じるから大丈夫だよん,んでそうなったのって言ったら小山さんにあのねアロマさんとアロマさんの彼女のとこ行かない方がいいんじゃないって言われたからもう嫌だからって言って言ったんだもんねあの日はねうん、うん 今日もさ、あの、エビちゃん、エビコさんとちょっと喋ったんだけどさ、あ,あ,あの、ピースちゃんがまたポンコツなこと言ってさ、ああもう本当にポンコツなこと言ってんのよ。ああリュウさんが、あの、なんだ、うんとピースちゃん、リさんが、ピースちゃんがね、あの、エビコさんからお金を借りたって、リュウさんが言ったっていうことになってんのね。ピースちゃんから電話ってそうやって言うんだって。ああでも、リュウさんじゃないんだよ、言ったのは。 それは、刹那<ー>さんが言ったわけ。<ー>それを、もう、リュウさんのせいにしてるの。りさんと喧嘩してるから。もう、めちゃくちゃだよ。<ー>めちゃくちゃ。<ー>うん。だからもう、えびこさんに言ったの、いや、それ違いますよ。リュウさんじゃないですよって。<ー>うん。間違ってますよって。だから何でもかんでも、もう、りさんを悪くしようとしてるわけ。あ<ー>そういう節があるよね。あの人たち、印象操作するっていうか。 わざわざえびこさんに電話してきて言ったらしいよピースちゃんだって私こうなんだろうアルマさんにしろアルマ様カウさんにしろ、うん、あの嫌いだって絶対言ってないですもんだってうそうだよな嫌いだって行かないよねうんうんうんやっぱりあれなのあのププちゃんやっぱり俺のことも結構言われたことあるみんなにっていうかなんかもうなんてとうか私の記憶の中では、うん、もうなんかそういう 何あのー、なんだろうそういう人の悪口っ、うん、てかもうもう何か聞きたくないのに仲良く食うじゃないですか、うん、あそこって、うん、だから悪口ばっかり言ってんでしょそう俺の悪口も言ってたの いや、というか、う私にその、何、に、楽ちんさんの悪口を言おうのが、何でしょうが。うん、なんかもう、もう、なんか、聞きたくないのに、流れてくる。だから、どこで、ど、どういう情報。言ってるのか、知らないですけど。うん、うん、なんかもう、で、私が、こう、ついに、嫌になっちゃったんですね。その悪口ばっかり言ってるからでしょおお、なんかもう。りゅうさんも言ってた、<laughs> ずーっと悪口ばっかり言ってる。ってあの、小山さんのチャンネルで、<ー>あの。 インスタライブで人の悪口ばっかり言ってるって。怖くなっちゃった、うん、怖くなっちゃった、いるところは。それを嫌で離れただけなんだよね。そうなんですよリュウさんもそうなんだよ。それを嫌で離れただけなのに、なんで楽チン側に行ったって言ってるらしいのよ、<ー>西君とか。<ー>なんでそういうポンコツな脳みそしかないのかね。ただ、自分たちが嫌われただけじゃない。俺についたわけでも何でもないでしょ

もうね、あの人たちの話するのも嫌だったんだけど、こう<や>もうあげない、ね、あの人たちのことあげないと思ったんだけど、あの、名前もね。ただね、あの、これはね、あの、ひとみちゃんがね、あの、ライブ配信にわざわざ来て、ね、あの、公の場で言ったんで、これはちょっと、あなたの名誉のためにもあげるしかないから、もう俺も言いたくない、もうあげないって言ったんだけども、これはちょっと、ね、あげるしかないよね。 あの嘘つき。うん。まあそんな感じで。うん、アロマさんと、はい、本当アロマさんの顔に申し訳ないことしたな本当私嫌いじゃないのなんでそんな。<laughs> 大丈夫だよアロマさんたち信じてないから。うん。大丈夫信じてないからだってアロマさんだってね裏裏さんに言ってたじゃんあの、うん、俺が上げた動画の中で三井宏実はバカじゃないですかだっていケ、うん、ーとこで言うなってアロマさん。 うん、ただ、アロマさんもあれ間違ってるのは、なんで、三井瞳が、楽神さんに、あの、うさんのポコンの写真を送ったのは、小山さんにやらされてるって言ったけど、俺は、それは違うと思うんだよな、ね。あれ、ただ三井さんが、俺に送ってきただけだから、見たいって言うから、見たい見たいって言ったら送ってきたんだよ。え、うさんのポコンが本当に方形かどうか見たかっただけなんだけど、立派なポコンだったっていうだけの話で、 すごい立派なポコチンでしたよ <laughs> じゃあねはい、はい、ありがとうはいは